小学4年生の頃に、あの小学校の陸上部に親に入ってみればっていうことで入ったのがきっかけです。中堀中学校です。県大会の1ヶ月ちょいぐらい前に怪我してしまって、練習とかもその怪我のせいでできないまま県大会行って、自分のベストが175センチ でインターハイのボーダーが185だったんですけど、自分はいけないだろうと思われた中で190まで、あの全部1本で飛ぶことができたっていうのが思い出に残ってます。ちっちゃい頃から短距離とか長距離が得意で、でそっちの走る系の種目の方ばかりやってて、で小学6年生の時に一回その高跳びに触れる機会があって、意外と楽しいなっていうふうに自分で思うようになって、その1年間は走り高跳びを専門でやってました。陸上を続けようと思ってて、浜小が陸上強いっていうのをその担任から聞いて、そこにしようと思った時にちょうど浜小さんからあの推薦も来たので浜小に入学しました。上位関係がちゃんとしてるなっていう印象を持ちました。部員全体的に仲が良くて、走ってるチームメイトがいたら応援できるチームだと思います。あと挨拶、会った先生方とかに大きい声で挨拶できるようなチームだと思います。うまくいってない時にあのちゃんとアドバイスくれて、的確な、ちゃんとみんな一人一人のこと見れてるいい先生だと思います。全体を見るようにして、であと他の学校との練習の 時とかも自分が引っ張るように声を出したりとか、そういう声出しの部分では意識してやるようにしてます。しっかりこの冬季でちゃんと練習して、試合でちゃんと調整してベストのコンディションを持っていけるようにして、インターハイで優勝を狙えるように頑張ります。